はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。これからアッテムトへ向かい、まあ、エスタークがね、復活したということなんでそちらへ行きたいんですけれども、まずアリーナにですね力の種をとりあえず全部使いました。でそしたら、ミカミックス力91なんですけれども、アリーナなんとね力184まで行ってとんでもねえ強さに、なりましたと。で素早さも普通に高くて、まだね素早さの種とか使ってないんですよ。てか素早さの種はマーニャに使いたくて、まだね力の種を13個くらい使って、力の種はね1か2か3増えるんですけれども、1はリセットしました。1はリセットして2か3上がった時だけセーブしてっていうのを繰り返して13個使ったら力がとんでもないことになったということになってますね。これも多分キラーピアス一発分が勇者と同じ攻撃力くらいなってるはずなんで、倒せない敵はいないでしょう。ブルホークは任せよう。ちょっと会心が出てよくわかんないけど218。あ、ベビーサタンもともと弱えか。あ、超雑魚だね。83、そうだよね、83が2回攻撃できるってことでしょう。でアッテムト、これは多分さらにひどいことになってんな。早くお逃げ。うわ、猫、猫ちゃん、誰か連れてってあげろよ。狼よ、ついに破滅の時が来たようです。仲間がすごいものを掘り当てたんだ。でもその後突然魔物たちがやってきて、ごほごほ。ちょっとあの骸骨とか調べる気になれないかな。まずは中行きましょう。返事がない、ただの屍のようだ。もうここら辺は相当やばいことになってるか。まずは地下に降りていこう。エビルハムスター変わんないね。イオでなんとかなるかな。こうそれとイオごときじゃなんとかならないか。イオプラスベギラマでも唱えておけばよかったかな。無駄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 。え、こいつ回避率すごくないか、飛んでるから。経験値も大したことない。でこいつまだ生きてる、すげえ。魔物だ、たくさんの魔物が攻めてきた、助けてくれって。逃げりゃいいじゃねえかよ。とりあえず地上へ逃げる。死んでいる、魔物がいる。くそ、ここはまるで迷路だ。迷ってしまったじゃないか。ライバーン、ここから敵が強くなってそうだな。一応メラミンにしとくか。アリーナで確実に1体倒せる。うわー、メラミとかも効かないな。こいつはキキ、早くテイオエスターク様を見つけ出さねば。見つけてこいつはどうするつもりなの。ガオンだ。死神もね結構攻撃力高いからね。アリーナに任せよう。アリーナに倒せない敵はいない。効率いいな、みんな攻撃力が高い。んー、こっちは何にもなさそう。右、死神はアリーナ。ん、早い。結構クラなダメージ的には。火力はうちら高いけど防御力がちょっと低いか。困った時の薬草、補充してないけど大丈夫でしょう。よし、 OK。 うわ、水があるだけ。この水もなんか汚染されてそうだな。アンクルホーン、アンクルホーンアリーナで倒せるかどうかだな。勝負だ。もらっ、倒せない。やはりアンクルホーンは強かったか。ゲー、来た、ヒャダルコ。アリーナにとどめをさせてもらうか。げっ、3発でも死なない。なんだこいつ、変なやつが出てきた。走りトカゲ、雑魚だな。やっぱりアンクルホーンが強いね。薬草1回ずつ使うか。ちょっと何が起こるか分かんないから、ヒットポイントはなるべく高めに維持しておこう。
また死んでいる。やったぞ、オラはついに宝の山を掘り当てたぞ、グフ。いい夢を見ながら死んでいったか。まあそれで本望なんだろう。ちょっと雰囲気が変わったね。回復できる。なぜこんなところに。完全に汚染されている中での聖域みたいな感じかな。ちょっと待ってね。んー、こっちへ進んでいっていいのかな。小さなメダル、誰がここに隠していったんだろう。魔法の聖水、よしよしよし、結構進んでる感があるな。ライバーン、よら、まあ、ありになれ。まず一体効かねえ、ガチで効かねえわ。もう魔法が効かないってなるとマーニャがな、相当火力不足になるかな。ミネア、ペホマ、よし、まあ、ミネアはね、ザオリク覚えないとはいえ最悪世界樹の葉でね代用できるからね。金2480円、誰のものなんだろう。ライバーンとかのものかな。俺の金がねえみたいな。で、魔物は金使わないよね。マーニャ、うん、素早くビギナーゴン覚えた、よし。素早さの上がりも悪くない気がする。イオナズンとか覚えたらちょっとマーニャに全素早さの種を食わせて、しょっぱな開幕イオナズンを放てるようにしようか。あれ、なんかすげえ進んでんな。なんかもうちょっと見ておきたかったんだけど、あ、ここはそもそも上ってことか。じゃあいいや。げっ、見えるんだけど上にエスタークが。ちょっと待って、え、これさ、いけなくないか。ちょっとエスタークだけ拝んでこう。ほら見える。こいつは何してんだろうな。ただこっちじゃないってこと。エスタークって最初寝てんだよね。ここはね、マップの回転ができない。んー、下に行けるかな。あ、行けるわ。で、さらに宝箱がある。小さなメダル、ここ終わったらちょっと小さなメダルを王様に預けに行きましょうか。ミミック、せめてさ、ミミックなんかさ、小さなメダルとか持っててほしいよね。何にもなしだからね、宝箱。メラメラ、我は古より生きる、生き続けるエスターク帝王のしもべなり。帝王は我に永遠の命を与えたもうた。エスターク帝王ある限り我もまた永遠に不滅なり。メラメラメラ、すげえな、エスタークって永遠の命を与えることができるのか。でも自分は永遠の命じゃないからね。メダパにバッタ混乱している。よくわかんねえ、我に帰ったところで死んだ。これもうなんかエスタークのとこ行きそうじゃん。そうだよね。まずは、なんだお前たちは。誰か知らぬが、とにかくこれ以上近寄ってはならん。エスターク帝王が目覚めるまで今しばらくかかりそうなんだ。すぐさま立ち去れ。はい、ならば早く行け。一緒か。いいえ。えい、わからぬやつめ、そんなに死にたいか。所詮はベンガル、ライノスキング、ベンガル戦ったことあるやつばっかだな。ちょっとライデン一回当てたいんだよ。げっ、強え、ライノスキング。ライデン弱えな。あれ、ライノスキングってこんな強いっけ。やべ、魔法が封じ込められたのはちょっと痛い。無理だ、マグマの前兆。連戦だときついよね。回復できる機会があるんだったら楽。
全然経験値持ってねえわ。回復できるわ。もうめんどくせえから満タンしよう。よし行くぜ。何やつだ、我が眠り妨げる者は。エスターク眠っている。立ちながら寝てんのかな。ザメハって言っても敵にはできないからねこれ。起きろーって。ラリフォーマとか聞くのかな。聞かないと思うけど、まずはちょっとルカにこれはかけておきたい。140、よし。怪しい光、ギャー。え、待って、これはやばいじゃん。目を覚ました。目を覚ましてもらった方がいいんじゃないか。ちょっとミネア回復して、回復薬は確実に回復する。で、防御しよう。前にはちょっと怖え。大きく息を吸い込んだ。グロッ。もう自分も回復に入らないといけないからな。で、アタッカーのアリーナで、マーニャちょっと怖い。ここへ吹雪60は食らない。マーニャはあれだな、ベホまで回復させて。んー、ベギラゴンって聞くの。94、杖やばい。これ次がやばいね。回復しておこう。ベホマ、もしかしたら一人死人が出るかもしれない。会心の一撃、ベギラゴン。よし、グロー、ミネアが死んだ。まずい、さすがに杖。回復薬がもうミカミックスオンリーだな。ちょっとマニア命尽きるまで。ベギラゴンだ。火力としては結構強い。コンゴエルフェルキ、うわー、マニアも死んだか。アリーナを最優先に生き延びさせる。100ずつ当たる。一旦ですげえ。よし、てか早い。エスタックの方が早いか。会心の一撃、うん、自分は凍える吹雪耐えられんな。ってことはアリーナを回復させよう。ギョエ、大きく息を吸い込んでからの、うわ死んだ。やっべえ、つえ、このターンを耐えきれなかったか。強いエスターク。2万円くらいあった金が、預けてくれよかったな。まあいいや、金あんまり使わないから。ちょっと待って、俺さ、あれなんだよね、ザオラル覚えてないんだよね。ちょっと一回出せるのをミネアにして、でそっからザオラルでケチっていこう。でその後王家の墓にハグレメタルが出るから、そこでレベル上げをしましょうか。でもう一回エスタークに挑む。とザオラル、よし、生き返った。ザオラル、マーニャ、生き返らない、生き返らない、生き返った。というわけでちょっくらレベル上げをしましょう。
さて、じゃあリベンジエスタークいきますか。ミネアがねフバーハ覚えたのが多分結構でかいと思う。まあ、勇者もねベホマも覚えたしザウラルも覚えたんで、スクルトが使えないのがねちょっと辛いんだけど、まあこれでいきましょう。さっきと同じやつだ。寝ている時の怪しい光もね結構痛いんだよね。でフバーハはちょっと唱えておこう。でルカにも唱えておく。ハリーナの火力強すぎんな。よし、これ攻撃がいける。ベギラゴン強い。痛い。どうする。ミネアも火力は高けんだけどベホまで確実に回復しておこう。いって、いけ、凍てつく波動。ただし凍てつく波動は1回分だから、行動させたということを考えれば悪くはない。ベホまで回復してフバハとなよう。痛い。ここで吹雪、これは2人回復だな。いや1人でいいか、自分で回復すれば問題ない。会心 OK。 大きく息を吸い込んで守備力が元に戻ったと。どうしようかな。攻撃に入るか。でルカに強い。マジでゲッ、効かない。アリーナが強すぎる。いてつく波動、ちょっとここは確実に回復させよう。ルカにもう一回、これでルカにが効かなかった。おお、倒した。いや、やっぱレベル上げると全然違うね。こいつも経験値すげえ持ってるし、30レベル。やっぱアリーナがほんと強い。いやー、アリーナ女性でよかったー。魂みたいなのが抜けてったな。眠りについただけか。再び返事がない。ただの屍のようだ。ほん、あれ、なんか来た。なんということだ。このようなことが起こりようとは。我らが長きにわたりその復活を待ち望んだ魔の帝王がうぬら人間どもに敗れただと。うん、しかし予言では帝王を倒せる者は天空の血を引く勇者のみのはず。お前たちはまさか。大変です、デスプサラ様。エルフのロザリー様が人間たちの手に。何、うぬぬぬ、皆の者とにかく引き上げだ。こいつトラマナ唱えられんのかな。もう一回話そう。何にもない。いや俺満タンにしたかったんだよ。よし、 OK。で宝箱を守ってた変なやつがいるんで、こいついなくなってる。敵は相変わらず出んのか。ベギラゴン唱えとこう。強い。一撃で殺せんだけど。効かない。まあ効けば一撃だね。さてこれでガスの壺。ガスの壺ってガスが永久に出んのかな。まあいいや、もう帰ろう。リレミト。でここからリバーサイドのその空飛ぶなんちゃらを研究していた学者。あれ、リバーサイドのこの祠って何。旅の祠があるんだ。でも船がないとさ、結局移動できないよね。学者さんのところへ行きましょう。どこだ。ここでいいんだっけ。
おや、あなたの持っているその奇妙な壺少し見せてくれませんか。はい。うわ、開けたら壺の中からガスが吹き出してきた。もしかしてこれは、お願いです、この壺を譲ってくれませんか。ただかよ。まあしょうがない、ありがとうございます。お礼と言ってはなんですが、明日うちまで来てください。きっと素晴らしいものをプレゼントできると思いますよ。あ、なるほどね。ただでガス壺をあげる代わりに気球もただでいいよと。じゃあ寝よう。一晩置いて、またいねえしこいつ。40ゴールド、40ゴールドで飯とかついてんのかな。ちょ、ベッドが2つあるな。2人雑魚寝なのか、それとも2人1ベッドを使っているのか、それは分からんけど。いや、来てくれましたね。ついに空飛ぶ気球が完成しましたよ。第1号はあなた方に進呈します。外に出てみてください。おお、気球がある。勝手に乗り込んでんな。こいつらさ、気球の操縦の仕方とか教わってないのに大丈夫か。うわ、勝手に飛んだみたいな。どうやって降りればいいんだってならないのかな。さて、これで今まで行けなかったところへ行けるようにはなってるので、じゃあちょっと地図でバッテンのついているここっすね。ここはあの山に囲まれてるんで、気球がないといけないということで、まあエスタークね、一回全滅しましたけども、しっかりレベルを上げれば、まあなんてことはない。やっぱりレベル上げは大切だということで、気球も無事手に入れたので、今回はこれで終了したいと思います。次回はちょっと忘れないうちに、ここ実はね、3人で行かないといけないんだよね。誰を外すか。まあ、回復役はいた方がいいから、ちょっとマニアを外しちゃいますか。3人で行かないといけないんで、これで次回、このね、木のところに行きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。